その私が数学をひどい点数を取ることによって先生が悲しむということに気づいて、めちゃくちゃ一回勉強して平均点、私の平均点赤点ギリギリラインだったところを一回80点ぐらいまで持ってったことがある。で先生がめちゃ喜んでくれて、わーいっていう風に喜んで、次からまた40点ぐらいになった。いやー、先生のために勉強してたみたいなとこありますね。一瞬で下がるっていう。っていうのも、高2からやっぱめっちゃ難しくなって、数学。もう全然わかんなかった。もうねー、先生のことすごい好きだったんで、ういわ。そんな感じです、私の高校時代。ちなみに、高校時代は、美術部と文芸部に入ってました。本当は美術部だけのはずだったんですけど、ね。こう、国語の先生がいたんですけど。で、私、いつぞやの配信で言った通りに、ずっと一番前の席だったんですよね。で、国語の先生がめちゃくちゃ忘れっぽい先生で、なんか前回どこまでやったっけっていうのを毎回私に聞いてたんですよ。で、私が一回水飲んでいいか？一回水飲むね。よし、よし。そんでね、一回、よしと、そういう風に聞かれるようになってから、毎回聞かれるようになって、毎回職員室に呼び出して、こう、なんか雑用とか、お願いされるし、何なんだって思ってたら、なんか職員室とかに呼び出すのめんどくさいから、文芸部に入って、僕との連絡係になってよ。なんか気がついたら入部してたんですよね。すごくない？そんなことできるんですね、教師って。気がついたら文芸部に入ってたんですよ。連絡係で。ひどいよね。いやでも私その先生のことめちゃくちゃ好きだったから、まあ基本的に先生好きなので、まあいいかと思って。みんなね、本当にこんな時間までありがとうございました。ありがとう。ね、じゃあ今日はこの辺で終わりにしようかな。はい。あ、よろしくお願いします。ウインクしていいよ。はい。